谷幸次郎、池谷幸次郎さんは1976年に年間20勝を達成した名投手です。性格や人柄も評判が良く、引退後は野球解説だけでなくタレント業もしていました。今回は池谷さんの病気や自宅の場所、息子の活躍などをリサーチしていきましょう。池谷幸次郎のプロフィール。本名池谷幸次郎、池谷幸次郎。身長178cm。 出身地静岡県静岡市。生年月日1952年6月28日。投球打席右投右打。ポジション投手。所属球団選手歴広島東洋カープ1974から85。所属球団指導歴広島東洋カープ1989から92。読売ジャイアンツ1998から2001、2004。目次。池谷幸次郎は病気がんを患っている。池谷幸次郎の自宅は広島市内。池谷幸次郎の家族構成や息子たちについて。現在は野球解説やタレントなど大忙し。池谷幸次郎は病気、がんを患っている。まず最初に池谷幸次郎さんが病気という噂について見ていきましょう。池谷さんについて調べると、病気というワードが目につきますが、調べた範囲では広島カープに入団する直前、1973年のオフシーズンに中垂炎で入院したことがありました。手術をした影響もあって1年目は2勝4敗という成績に終わってしまったものの、2年目には2完封を含む18勝を、3年目には3完封を含む20勝を挙げて最多勝を獲得しています。また、病院主催の講演会で、がんの早期発見について語ったことがあるそうですが、池谷さん自身が何らかのがんで闘病生活を送ったということは確認できていません。むしろ池谷さんよりもチームメイトの病気や訃報に関連して検索されたことが考えられます。実際に津田恒美さんや衣笠幸男さんの訃報、そして病気が話題になっていた山本浩二さんについても取材を受けており、それらが合わさった結果と見るのが妥当でしょうね。池谷幸次郎の自宅は広島市内。次は池谷幸次郎さんの自宅についてチェックしていきます。有名人とは言ってもさすがに自宅の場所までは公開されていませんでしたが、後で詳しく触れる次男の陽介さんの中学校が濃い中学校ということを突き止めました。濃い中学校は広島市西区濃い A3丁目にあることが公表されていますので、親である池谷さんの自宅も学校と同じ西区もしくは隣接する中区にある可能性が高いでしょう。西区は市内でも有数の住宅地として有名で、広島カープの選手だけでなく他のスポーツ選手やタレント、実業家なども自宅を構えていると言われていました。結果的に池谷さんの自宅がある具体的な場所は特定できませんでしたが、詳しく調査しすぎるとプライバシーに踏み込むことになるので難しいところですね。池谷幸次郎の家族構成や息子たちについて。ここでは池谷幸次郎さんの家族構成や息子について見ていきましょう。家族は妻の和代さんと2人の息子、そして娘が1人いらっしゃるそうです。和代さんは2014年のローカルテレビに出演した際に来年で結婚40年と発言しているので、幸次郎さんが結婚をしたのは1975年だったということが判明しました。また、長男の龍一さんは広島市内で串焼き屋、力、力を経営しており、幸次郎さんの良きライバルだった堀内恒雄さんもブログでお店を宣伝してくれています。以前は中区、野源堀にありましたが、2021年現在は同じ中区の流川町に移転していました。次男の陽介さんは中学3年夏からラグビーを始めてめきめきと頭角を現し、実
洋団チーム、サントリーサンゴリアスの主力選手や日本代表、2008年として活躍。2016年オフに現役を退いており、2021年8月末に移動という形で広島市に戻っています。洋介さんが何の仕事をしているかは分かりませんでしたが、日本代表まで務めた元ラグビー選手という経歴を生かした第二の人生なのかもしれませんね。現在は野球解説やタレントなど大忙し。最後に池谷幸次郎さんの2021年現在について見ておきます。池谷さんは本職である野球解説業は当然ですが、他にもテレビ派、広島テレビの金曜コメンテーターやカープ入れ込み魂のキャスターという顔も持っていました。現役時代を知らない世代からすると優しい陽気なおじさんといったところでしょうが、いざシーズンが始まると優しいだけでなく厳しさも兼ね備えた勝負師の顔に戻ります。また池谷さんの人柄や性格の良さは野球ファン以外にも広く知れ渡っており、なんと広島県共同募金会の会長という立派かつ重い役割を担っていました。野球関係以外でこれほど大きな役職についている人は多くありませんが、これは池谷さんの人格が多くの人から認められている証拠ということもできるでしょう。今回は池谷さんの近況について調べましたが、元野球選手だけでなくタレントや共同募金会の会長などの活動で広島県民に愛される存在になっていたことが判明しました。